こんにちは。こんにちは。今日は新しく入った商品のご案内をさせていただきます。こちらですね、炭汁です。こちらなんですけど、炭汁ってすごい真っ黒い、飲み物なんですけど、どういったものかっていうと、炭って体の老廃物とかを空着してくれる役割があるので、その炭とあと体にいい生薬ですね、大麦若葉とかいろいろ入ってます。岩田さん、何が入ってるかちょっと皆さんに、ね、ご説明の方をお願いします。はい、ゴールデンキャンドル、ドクダミ、クマザサ、チョウメイグサ、ちょっとそこ読めないんですけど、ハトムギ、はい、クワの葉、カンゾウ、ウイキョウ、サンザシ、サンシュユ、ナツメ、チョウジ、ケイヒ、オオバコ、ショウガ。この中で結構聞いたことがあるものも何種類かあると思うんですけど、私はよく青汁とかが好きで飲んでるんですけど、大麦若葉、あとハトムギもすごく体にいいので飲んだことがあります。あとクワの葉茶ですね、あとクマザサ、あとは生姜も体にいいっていうふうに取ったりとか、あとドクダミ、このあたりも入ったものになります。すごい体にいいものだなと思って、今結構飲み始めてから2週間ちょっと経ってます。感覚としては生姜が入ってるんで、飲んでちょっとしたら体の中からポカポカしてくる感じなんですけど、これは女性の方によくあるんですけど、内臓が冷えるとかいうのはあると思うんです。そういった冷えっていうのが改善されてきたかなっていうことで、夜寝る前に飲んでいただくと、例えば夜こうクーラーに当たったりとか、あと扇風機に当たったらやっぱりお腹が冷えるっていうこともあると思うんですけど、そういったことも軽減されたりとか、あとちょっとこう飲んだ後にこう巡りが良くなるというか、こう活性化されてるような元気になる感じもあります。で、今日はお二人も初めてだと思うので、試して正直な感想を言っていただけたらなと思うんですけど、どういうふうに飲むの、どういうタイミングでっていうのも、どういうタイミングでっていうのも、いろいろあると思うので、今日はお伝えしていけたらと思います。炭汁の美味しい飲み方、私が試してみた4種類の飲み方をお伝えしていきます。その1、ヨーグルトと一緒に。その2、お湯で割ってホットレモネードのような感じで。その3、炭酸水で割ってレモンサワー風に。その4、豆乳で割ってヘルシードリンクに。こちらを岩田さんと横尾さんに飲んでいただいて感想を言っていただこうかと思います。まずこういう風に個包装になってるんですけど、ここすぐ開けれます。まず開けていただいて、でですね、これですね、この中に入れます。こう黒い感じです。いますね。でここで注ぎます。ブクブクしてます。こう黒いです。すごい色だなすごい色だな。こういう感じですごい色。はい、どうぞお飲みください。じゃあ炭酸水です。はい、はい、いただきます。はい、もうごくごく一気に飲んでいただいたらその方が美味しいです。どうですか、普通に美味しいですよね。レモン炭酸水みたいな、レモン炭酸水、確かに。で、甘みもオリゴ糖の自然な甘みなので、青汁臭さとかは全然ない、飲みやすいですね。そうですよね、暑い梨とかはいいんじゃないかなって思う。お風呂上がりのグビグビっと。今度はホットレモネードみたいにお湯で割りました。
しながら飲んでください。いただきます。ちょっと暑いです。暑次は何ですか。豆乳いこうかなと思います。この豆乳、私のおすすめは無調整の豆乳割り、もうすぐ溶けるんですよ、冷たい水とかでも。なのでちょっとその割りを飲んでいただこうと思います。豆乳って牛乳より脂肪分が少ないから、すごく女性のダイエットにはいいと思います。イソフラボンも取れますし。いただきます。豆乳割りです。匂ってますね。初の味が全牛乳とは違いますよ。ちょっとあっさりなので、レモン感じません。まろやか、一番まろやかな感じには、レモンを好みでこう足されてもいいと思うんだけど、ちょっと足したらダマになるんですよ、こう分離するみたいな感じで。どっちかっていうと今から作るヨーグルトの方にレモンを足していただいてとかの方がいいと思います。まあ、これどっちかっていうと豆乳の方味の方が変わるので、ちょっとほんのり豆乳があっさりになるというか、この少し高級な飲むヨーグルトがおすすめでございます。飲むヨーグルトですね。飲むヨーグルトです。なんかラッシーみたいな感じですね。もうこんな感じですね。もう灰色になります。ちょっと期待ですね。ちょっと混ぜながら飲んで、もうすでに沈殿してるので。おいしい、よかったです。ウコさん結構気に入っていただいて、一番好きなのがよかったです。そう、これすごいおいしかったです。試してみて、やってみてください。はい、こんな感じで試していただいたんですけれども、お二人は一番好きな飲み方ってありましたか？僕はヨーグルトですね。ヨーグルトですね。ダントツで。僕もヨーグルトですね。あ、ヨーグルト？うん。あ、そうなんですね。うん、私は日によって変わりますけど、結構豆乳とか、あとホットも好きです。ホットも僕も好きですよ。2位はホットです。あ、2位はホット？炭汁の美味しい飲み方でした。皆さんもいろいろ試してみてください。